どうも、帰ってきました。なんか調子悪かったの。結構まだ調子悪いんだけど、まあ復活するって決めた気合で。先週はディンが風邪ひいて熱出して、で喉が痛いって、なんか飲み込むのが辛いで、3日か4日ぐらい全然食べれなくて、でもなんか牛乳は飲んでたの。ちょっと牛乳飲むと楽になるって言ってたの。だからずっともう赤ちゃんみたいに牛乳で、病院連れてった時にコロナテストやったらネガティブだったので、違うテストやったらそれもネガティブだったから、まあ、ただの風邪みたいな、ただの風邪みたいな感じだったんだけどで、まあ熱は下がったのはいいんだけど、喉がずっと痛くてかわいそうで、なんか泣いてたの。痛いみたいな感じ。かわいそうだったの、すごい。で、今は元気で、学校今日連れてったの、やっと。学校1週間休んでね。で、学校結構休んでるから、今回。で、心配だったの、なんか、勉強とか、遅れてないかなって。前もなんか風邪ひいたこともあったし、ちょっとアレルギーが出た時もあったし、イマージェンシー連れてって行かなきゃいけなかった時もあったし、なんかいろいろあったの、今年つうかね、2年生になってから。で、先生に聞いたら、別に学校的には全然遅れてないって。結構休んでるけど、遅れてない。頭いいか、うちの子は、みたいな。むしろなんか進んでる、いい感じに進んでるし、なんか三者面談もやったら先生がグッって言って、でその後に私が風邪ひいちゃって熱出して、これゴミのトラックの音うるさいんだけど、私も AJ ちょっと熱出ただけでなんかへへーみたいになってどい私すごい熱出してて寝込んじゃって、で次の日元気になったと思って調子乗って洗濯したの、晴れてたから。そしたらその夜また調子悪くなって、その次の日また半日くらい寝込んでみたいな。で咳と喉の痛さがやばい。で今なんか流行ってるらしくて、RSV? なんか今日学校行った時にいろんな親が、あ、私もなったみたいな。これ絶対コロナじゃないのとかって思ってるけど、テストやったら全然ネガティブだったし、お医者さんもなんかただの風邪みたいな、ただの風邪じゃねえ、この痛いのただの風邪じゃないじゃんと思いながらさ。で、私は元気になってきた。AJ の方が全然寝れない、咳がやばい。でなんか乾燥してて痛いって感じ。私は元気です。元気になった。元気じゃなくても元気、無理やりでも元気じゃないとやってらんない。もうやることがいっぱいでさ、Oh my god って感じ。とりあえず病院のアポイントメント AJ にやったの、やっと。なんかアポイントメントする、ああやっぱいいみたいな、なんかいろんなね、なんかあって、なんか待ち時間か20分待って、でその後に、あ、アポイントメントセンター変更します、変更されると45分みたいな。で AJ、 あやっぱいいやみたいな。でその次の日、あやっぱアポイントメントしたいとか、でなんかネットでしようとするとロックされてるみたいな、アカウントずっと使ってないからで今やっと全部アンロックしてもらって、電話してアポイントメント取って、今日病院連れて行く。でディーンは今週早く終わるからもうちょっとで出なきゃいけないんだけど、とりあえず今日食料品ちょっと買いに行って、なんかみんな食欲ないけど、とりあえず買っとけばなんとなくなんかあればさ気が楽じゃん。てかこんな顔で私喋ってるのずっと、ごめんなさい、ずっとメイクしてない、もう辛かった。やばい。これほんとコロナの時みたいな感じ、プラス喉がやばいって感じ。
Hold on. レンズが汚い。そう。プラス、喉が痛い、やばい、咳みたいな感じ。で、いや、でも、どうにかサバイブしてる。とりあえず、洗い物、いつも通りやって、チキン解凍して、味付け、後でしよっかな。いやいやいや、今できないじゃん。カチカチ凝ってんのね。で、なんか、撮りたかった動画、先週撮る予定だった動画たちが撮れなくて、ディーンが風邪で寝込んでて大変だったから、よし、じゃあ週末に撮ろうと思ったら自分が調子悪くなったじゃん。今日撮ろうかなとかと思ったら AJ 病院アポイントメント行きたいから、で、なんか自分で運転できるって聞いたらできないだってなんか連れてってってで、なのになんか、俺は全然平気なんで、平気、ただ喉が痛い、咳がやばいだけみたいな、ただ運転ぐらいできるだろうとかと思いながらさ、連れてきますよみたいな。で、今日もその動画撮れないじゃんみたいな。Oh my god。なんか頭が忙しい、自分の頭。なんか、早く全部終わらせたい。で、先週じゃない、来週からサンクスギビングホリデーみたいな感じで学校ないから、来週になってくれたらちょっと楽にできるかなって思って、エジオ旅行したい、旅行したいとかって言ってる場合じゃないみたいな私は家でのんびりしたいの。うん、疲れた。のど飴、もうなんかのど飴も生姜もレモン、蜂蜜、ターメリックも全部もう見たくない、飲みたくない。緑茶とかさ。帰ってきました。今の時間1時45分です。で、チキン味付けします。今日はヨーグルトとスパイスとガーリックで味付けして、でライスあるから冷蔵庫に、それと食べてもいいし、サンドイッチみたいな感じで食べてもいいと思う。ヘラベッタイパンあるから、なんかみんなちょっとは食べるけど、いつもよりすっごい少なく食べる。なんか一口二口ちょびっとでもういいって感じになる。まだ、体がね。いや、anyways、レタス買ったの。なんとなくレタス食べたい。きれい。これにヨーグルト足します。 OK。 Oops。 かかした。じゃあ味見。ちなみにガーリックは生だから、仕事はちょっとって感じの人、週末に食べてください。アメリカ人は気にしないのってたまに聞かれるけど、別にみんな食べてる、しょうがない。うん。 But、 おや、あ、しょっぱ、しょっぱ。こっちはしょっぱすぎた。あっちのはいい感じだけど、これを混ぜれないじゃん。だからこっちからこっちに足してちょっと混ぜて。帰ってきました。 AJ ちゃんかわいそう、つらい。あ、とりあえずダッシュで作ります。まだ5時25分じゃん。なんか時間が変わってサマータイムから冬タイムで、暗くなるの早いから、なんか遅い気分で焦っちゃったけど、まだ時間早かった。でも、エジはお腹空いたって言ってるから、とりあえず作ります。OK。とりあえず、こんな感じ。チキン、ライスちょっと、フレンチフライズ、ポテト、フライドポテト、とガーリック、なんだっけ、
キュウリガーリックあれサラダ作ったやつ。ヒジエちゃんお腹空いたって言いながら食べてない。 What? どうした？ OK ちょっと飲んでいいよ。イエーイ。でもここで食べたい僕もって。レタスあったじゃん、忘れてた。 Do you want lettuce? そんなわけない、欲しいわけないじゃん、いいじゃん。はい、食べ終わったで、エージェントディーンはなんか映画流してる、見てないけど。とりあえずあとちょっと片付けして、洗い物終わったからこれティッシュソープ洗剤フィルして、エージェントにお風呂入れて、高い飲み物作ってあげて、寝かして、で今日はおしまい。スチームが最高。ビックスのこういうののタブレットのやつがあったんだけど、でもなくなっちゃったからこれを入れて、そしたらいい匂い、スースーする、マジカルと、ユーカリオイル入れましょう。シャワーにこれを垂らすといい匂いになる。ああ、匂い、いい匂い。スチームとかで。ああ、イエス、オッケー。じゃあ、シャワー浴びましょう。お風呂上がった。これ、マグネシウムと水1対1なんだけど、裸の時に、こことか、やるの。そしたら、マグネシウムが、体に染み込むじゃん。でこれはつぐみって友達が教えてくれたから、その時からやってる。じゃあ私のスキンケアのものは向こうにあるから、向こう行きましょう。マスク温める。でなんか化粧水たっぷり入ってるから、これ捨てないで、 CBD 入ってるからさ、こうやってやって、ほら、で、体につけましょう。足とか、ちょっとのんびりします。みんなに、ほら寝る時間だよって言わないと、男子寝ないの。ほんと子供2人いるの、私みたいな。なので、行ってきます。で、香水ちょっとつけたい。これはジューシーカトゥールの、ジューシーカトゥールっていうの、そう、のカトゥールララってやつ。落とした。いい匂い。私女の子って感じの気分。なんか香水つけると自分女の子って感じにならない？さ、いつもなら料理しててミッシーでなんか食べ物の匂いの自分がいるような気がするからさ、ちょっと香水つけると、おお、私かわいいかもみたいな。Yeah. OK, let's go. 男子狙いって言ってきます。じゃあ自分ケア、これでおしまいじゃない。明日また続く。